どうも親と沢です。入江健です。今回は都城市の人気店炎早水店さんをご紹介します。宮崎名物辛麺を進化させた熱々でホットな一杯は最後の追い飯までがっつりいける進化系。なおこのチャンネルでは鹿児島のラーメンを中心に毎月不定期に2本の宮崎ラーメンもご紹介していますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは最後までお楽しみください。入江健ラーメンズクラブおよびこのチャンネルはご覧の各店舗様のご協力によりお送りいたします。いつもご協力ありがとうございます。公式クラブ会員募集中です。協賛店に行けばトッピングやライスが無料など何かしらいいことがありますよ。気になる方は公式 LINE にてお問い合わせください。はい、どうも親と沢です。入江です。いつもありがとうございます。私は今宮崎市清武町を、います。で、今からですねちょっと都城の方に向かってですね、都城の炎早水、早い水と書いて早水でいいんですかね。間違ってたらすいません。早水店さんにお邪魔しようと思っています。撮影アポイントの方はですね、実は、2023年、今年なんですけども5月だったかな、一応お店に行ってですね撮影許可はいただいていまして、あれからちょっと 2,3 ヶ月ぐらいしていきますって言いながらついつい今10月なんですけども10月、ちょっとタイミング的に遅くなって申し訳なかったなと思いながらも、でも絶対行こうと思って今向かっています。で、お店の方にはね今日行くことは全然伝えてなくて、半分なんかな突撃的な感じもありつつですけども、こちらのね炎さん、なんか辛麺風のお店で辛麺をちょっとなんか今風にしたというか、なんか新しい感じの辛麺にしたという感じのラーメンが公式のねインスタグラムの写真で出てましたね。さらに最近ですね鹿児島のラーメンインスタグラマーのまさるさんもですね食べに行って、インスタグラムを上げてらっしゃいまして、まさるさんのレポートだとですね、辛さが多分10辛ぐらいあったのかな、10辛ぐらいあったうちの2辛ぐらいにしてちょいピリ辛ぐらいだったっていうことなんで、僕もね2辛ぐらいでいったらいいのかなと思いつつ思っています。で、食べた後にね、残ったスープで、チーズを入れて、そしてリゾット風にもできるというのでちょっとね今今日2杯目なんですけども追い飯までいけるかどうかちょっと体調次第だっていうところなんですけど、できればですね追い飯リゾットも味わっていこうかと思います。さあどんなラーメンに出会えるか気をつけて行ってきます。さあ先ほどの清武からですね随分走ってきまして、ハートを熱く燃えろ三股っちゅうとこですね、三股町に入ってきてまして、もう少しで都城市、もうなんかどっからどこがよくわかんないんですけども、走っています。残りね 1.2 キロ、あと3分少々で、到着するようです。ちょっとおっと、目の前片方もあるみたいなんですけど、しばらく走ってきます。さあ、ここのですねファミリーマートのとこの交差点を曲がっていきます。早水町なのかな、早水なのでしょうか、後で調べます。とりあえずですねもう少ししたらお店に着くんですけども、お客さんが少なければそのまま入ってで、多かったらちょっとスルーして、2,30 分ぐらいね時間を潰してもう一回トライしていこうかなと思います。さあ、信号のところから先の方ですねお店が、さあここですね。車少ないですね。じゃあちょっと行ってみましょうか。よいしょ、暑い影になるような場所にバイクを止めたいですね。にちは。こんにちは。こんにちは。5月にもちょっと来まして YouTube の撮影をお願いに来た入江と言いますけども、もう自分が食べてる感じなんですけども、はい、すみません。じゃあちょっと荷物取ってきますんで今からすみません、よろしくお願いします。よし、撮影 OK でした。よし。宮崎自動車道都城インターから車で10分くらいのとこにあります都城市早水炎早水店さんにお邪魔します。こちらが炎早水店さんの発見機になります。今回この中から鶏玉麺の3辛を中華麺の細麺で、そして追い飯のチーズリゾットをプッシュしました。しばらく待っていると着丼です。はい、ますじゃあお好みで特製お酢か辛味噌にんにくをかけてお召し上がりください。辛味噌にんにくとお酢、辛い酢？いや、特製お酢。あ、特製お酢のはい、わかりました。さあ、いただきますということで、まずはスープから。このスープめちゃ熱々でうまい。とろみのある形状であっさりだけどしっかりとした動物系のうまみ。スープのベースは鶏ガラと和だし、そこに玉ねぎや長ネギなどを丁寧に長時間じっくり炒め、ペースト状にした秘伝のタレを配合。野菜などの甘みとうまみを引き出します。そこに合わせた唐辛子や青唐辛子などの辛味食材は30種類を合わせたもの。辛味の中に野菜の甘み、溶き卵の甘みがあり、全体的にバランスの良いめちゃくちゃうまいスープ。そんなうまいスープからリフトアップしてきた麺は中華麺の細麺ストレート。この麺うまい。博多麺に近いものを使用したという麺はすけ焼形状で、表面はつるっとした麺、しっかりとしたコシとパッツン食感。麺とスープとの相性が良く、とろみがあるスープがしっかり麺に絡みつき、口まで運ぶとスープの辛うまさが口の中で広がります。熱々でなかなかすすりにくい感じですけど、これがまたうまくてどんどん体が温まってくるのが分かります。もう一度麺をゆっくり熱々なんですけどすすっていき、次は味変をしていきます。卓上にあるこちらのにんにく辛みだれを入れていきます。辛みだれを丼の中レンゲに入れてスープになじましていき、しっかりスープに浸透させていきます。そんな味変をした麺をすするとこれがまたうまい。さらに辛みとうまみとコク深さが出てきます。にんにくのジャンク感と香ばしさもありつつ、この味変は非常にうまい。まだまだ熱々でゆっくりしかすすれないけどめちゃくちゃうまいので、じゃんじゃんいきます。次の味変はこちらの特製酢を入れていきます。しっかり振って1周ぐらいさっとかけていき、それをスープになじましていき、そんなお酢を入れた麺をすするとこれはこれでさらにうまい。さっぱり感と、そしてお酢によって辛みが和らぎます。てなわけで麺も中盤から終盤に差し掛かってもまだまだ熱々でガッツガッツいきたいのをこらえながら必死にすすっていきます。でもうまいのでこれじゃんじゃんいけて、最後の一口の麺をすすったならば、すいません、追い飯でチーズ追い飯リゾットでお願いします。はい、さあチーズリゾット到着です。はい、入れて混ぜるんですね。はい、わかりました。あ、はい、わかりました。石焼き釜に入ったチーズリゾットに残りのスープをぶっ込んでいきます。さあここで入り江めんどくさくなって思いっきり全部入れちゃいました。これちょっと入れすぎで失敗感もありますが、これを食らっていきます。いやこれすげえうまい。チーズの相性と辛みの入ったスープとの相性は抜群。そしてチーズ、溶き卵、そしてご飯との相性もよく、三位一体で口に広がりますが、またこれが熱々でどんどん食らっていけば体がすごく温まってきます。この家でもフーフーしながら食べれないほどの熱さ。さあ追い飯の方も中盤から終盤に差し掛かっても、このうまい追い飯にはまり、ちょっとずつですが熱さにこらえながらじゃんじゃん食らっていけば、もう体中が熱くなってきています。そんな炎早水店さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。宮崎と鹿児島のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。さあ帽子も脱いでフィニッシュまでガンガン追い飯リゾット食らっていき、今回も完食です。もともとラーメン好きな店主の鎌田さん、さまざまなお店にラーメンを旅歩いているとのことです。そしていろんなことに挑戦し、新しいメニューも開発したいとのことでした。入江県ラーメンズクラブの協賛店にも参加していただきましたよ。ごちそうさまでした。うまかったです。ごちそうさまでした。すみません、ありがとうございました。お疲れ様でした。美味しかったです。ありがとうございました。はい、美味しかった。はい、ということで、炎早水店さんにお邪魔しましたね。いや、めちゃうまかった。辛みがねしっかりあるんだけど、甘みのうまみ、うまみの甘みっていうのもあって、この辛みとうまみすごくバランスが取れててね、暴力的な辛みじゃなくて本当うまい辛みがあるんですよね。でそれに合わせた今日選んだ中華麺の細麺も本当にね、コシのあってしっかりパッツンとした食感のめちゃくちゃいい感じで、でスープ自体にあるとろみもしっかり麺に絡みます。これがねまた麺とは本当にね相性良くてめちゃくちゃうまかったですね。そして食べ終わった後のリゾット追い飯っていうのもすごく良くて、ちょっとね僕計算せずにねババって入れちゃってスープをいい感じになったんですけど、あれちょっとスープをね調整しながらチーズ感をちょっと感じながら食べるのもいいのかなと思ったりします。はい、ということで都城ね来られた際は是非ともこちらの、炎さんね食べに来ていただければなと思います。それではまたね。